さて、これはロレックスのバイセロイですね。これもかなり昔に購入した品です。こういう時計はまあ昔購入したので、もう最近というかこれ撮影用に、開けて見てるんですけれども、これも最近こうやって開けてみてあれと思ったんですけれども、文字盤にはオイスター、あ、ロレックスとしか入ってないんですよね。でもこのケースは、まあ、金無垢のケースなんですけど、でこうやって開けてみると、まあ、スリーピースの構造のケースですよね。で、この裏蓋が、オイスターウォッチカンパニー。で、まあ、旧金なんですけれども、これ多分だから、あれですね、オイスターウォッチカンパニーってなってて、ロレックスってなってないから、まあ今想像するんですけど、これ多分この機械がですね、まあエクストラプリマのロレックスが入ってるんですけれども、これ入れ替えられてたんじゃないかなと思いますね。こうやって見ると当時やっぱり、まあ当時から人気でしたからね、ロレックス、エクストラプリマンのロレックスの機械が入ってるんですけど、これは、この機械に、後から入れられたんじゃないかなっていうふうに思いますね、この。というふうに、だんだんと分かってきますけど、多分そうじゃないですかね。純正品じゃないのか。まあ、純正品、まあ、それ分からないですけど、どうなのかな。なんか想像ですけど、オイスターって文字盤にも入ってないですから、ロレックスの手巻きの機械を、この、ケースに入れ込んだんじゃないかなっていう気がしてきましたね、スリーピースのケースに。まあちょっとこれ想像ですけれども、そう思います。はい。バイセロイでした。ロレックスバイセロイ。